マーケホー。いやー、暗黒の日曜日だね。なんか5月以来日曜日勝ってないらしいですよ。そりゃね、CBC の実況もね、読売寄りになりますよね。アナウンサーの人も上からの指示で大変だとは思うけど、もうあからさまにね、巨人寄りの実況をしといて、で関東の放送が終わる4時ぐらいからドラゴンズ寄りに戻すっていうね、なんか1試合通して見てるドラゴンズファンの気持ちにもちょっとなってほしいですよね。それではね、今日の試合を振り返っていきましょう。まずはね、しんのすけくん。どんまい。ピッチャーに打たれたりね、良くない部分もありましたけど、そこもね、すべて、次に生かしてください。今日のキャサポは、5回裏、ワンアウト満塁で無得点だったところかな。突然崩れ出してね、フォアボール3つで、ね、満塁プレゼントしてもらって、でそれでね、1点も取れない。悲しいですよね。相手アップアップな状態で、でツーボール、ワンストライクのバッティングカウントで、なんでね、なんで泳ぎながら当てるだけのバッティングになるんですかね。まあね、悪いとこを喋ってたらなんか明日の朝までかかりそうなんで、私の感じた、良かったところを、お話ししたいと思います。まずはね、岡田くんの好投ね。今日はめちゃくちゃ良かったと思います。あれかな、母校の活躍にこう刺激を受けたとかですかね。それから大島選手に2本ヒットが出たこと。ね、なんか3試合ヒットが出なかっただけでこんなに心配されるなんて、まあ、これがね、大島選手の、安定感をね、物語ってますよね。あとは何といっても周平くん、代打でタイムリーツーベース。ビッシー以外でのタイムリーは6試合ぶりとかって言ってたかな。守備ついた時涙ぐんでましたよね。まあね、なんか私たちには想像もつかないくらいこう大きいな、こう悔しさとか重圧とかを、ね、心に溜めながらやってるんですよね、やっぱり。これで何か変わるかどうかっていうのはもう私には分かんないですけど、まあ一つ言えることはね、とにかくもう1本出てよかった。これだけです。5回にネクストで代打の待機してたんだけど、1塁が埋まって、ゲッツーシチュエーションになったところで、アリエルさんにね、変わったんですよね。で、やっとね、私の願いが通じたかな。とにかく、代打で使うならゲッツーがないシチュエーションでこれからもお願いします。最後に1つ、ファームではね、今日も石垣くんが打ちました。でしかも今日は2ホーマーです。もうね、今すぐ上に上げてほしいですね。上の攻撃陣がこんなにね、機能してない状況で、で下でね、こう大暴れしてる若手選手が全然上に上がってこないっていうのは、納得できないです。前半戦はずっとそうだったけど、もうね、同じ過ちを繰り返さないで、もう今すぐ上げてほしいです。というわけでね、巨人に3立て返しどころか、ね、勝ち越すこともできなかったんですけど、まあそれでもね、応援していくしかないので、またね、火曜日から頑張りましょう。それでは今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。解散。乾杯。揺れる想い、さよならの代わりに。
日の限りの中日だ。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。閉店。こだまする竜部の叫びを耳にして、戦う中日夢強く、僕らをじんとしびれさす。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。僕もあなたも願ってた、祈る気持ちで待っていた。それは一言優勝だ、与田監督の胴上げだ。いいぞ頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。